だけ、すぐに作ってご飯にのせて食べられるおかずを紹介します。まず最初はこちら、無限ピーマン。なんとなくで大さじ1ってまあこれぐらいかなっていう程度かけます。私はちょっとスパイシーなのが好きなので多めで、あとはもう思う存分混ぜるだけです。あ、いい香りしてきました。軽くラップをかけたらもう電子レンジに入れるだけです。600ワットで2分ぐらいかけてみます。2分、どこだ、どこだ、2分、どこ、2分、あ、これだ。はい、温めスタート。まあその辺はなんとなくです。それも手料理のいいところじゃないですか。それも手料理のいいところじゃないですか。わあ、いい香り。熱い。熱い熱い熱い。ちょっといつもより水分量が多いですけど、まあいいか。わー、もう伝わってほしい、このごま油のいい香り、ツナのちょっと火の通った強い香り。よいしょ。はい、もうご飯が見えなくなるぐらいのっけました。いいでしょ、もうこれだけでいくらでもご飯食べられますからね。がごま油とツナ缶で一気に苦味がなくなって、シャキシャキさは残るんですけど、油と相まって美味しいでしょ。うーん、おいー。塩コショウはまあ気持ちでいいので、あとはツナ缶とごま油が美味しく仕上げてくれます。無限ピーマンでした。